皆さん、こんにちは。ユニキャリ第394回を始めたいと思います。本日の司会を務める竹です。このユニキャリでは、毎回ユニークな価値観を持つ29歳以下のゲストを招き、今まで歩んできた人生についてお話を聞く場です。でご覧になっている皆さんに、さまざまな人生経験から何かしらの気づきや学びを提供できたら嬉しいです。番組の最後では、皆さんと Q&A の時間も設けておりますので、チャット欄からでも、口頭からでも、どんどん質問してください。では、早速本題に入りたいと思います。本日は、ボイスアップジャパンの福井秀さんにお越しいただきました。秀さん、どうぞよろしくお願いします。まずは、よろしくお願いします。まずは、簡単な自己紹介をしていただけますでしょうか。福井秀と申します。一般社団法人ボイスアップジャパンというところに所属をしています。ボイスアップジャパンでは、社会運動とか、そういうことをやっていて、他には、NPO の、世界の医療団っていうところで、路上生活者支援とか、生活困窮者支援に関わって、あと、通信制の大学通いながら、勉強とかしてるっていう感じです。はい。結構いろいろと取り組んでると思うんですけど、どういう毎日を、どんな一日を過ごされてるんですか、最近は。最近はですね、今、入管っていう法律の、改正案があるんですよ。で、それでちょっとボイスアップさんで動いていて、平日の昼間とかにデモとかするって、それのスタッフをやったりとか、つつ、夜はミーティングをして、空き時間に勉強みたいな毎日。はい、なるほど。ボイスアップジャパンについてもうちょっと詳しく聞きしたいんですけど、どんな活動をされてる団体なんですか？そうですね、ジェンダー平等とか、人が人権が守れる社会っていう活動をして、あんまり、あれですね、プロテストみたいな、でも、セミナーを開いたりとか、そういう形で、ジェンダーだったり、セクシャルマイノリティ中心に、いろんな問題を扱ってるっていう感じです。はい。なるほど。どうして、当時はこの団体にしようと思ったんですか？多分いろいろあると思うんですけど。一番大きかった理由は、代表の山本が、私が前行ってた大学、僕今大学2つ目なんですけど、前行ってた大学の、1つ上の先輩なんですよね。うん、で、サークルも同じだったんですけど、サークル時代はあんまり仲良くはなかった。仲良くなかったっていうか、あんまりお互い知らなかったんですけど、卒業して、彼女の活動とか見たりしていて、もともと社会運動にいた経験もあったので、なんか役に立てればなっていうのと、もう一回ちゃんと社会運動をやりたいなって思って、はい。当たったら、彼女がいるところでやる。なるほど。では、こちらのボイスアップも NPO 団体ですかね。一般社団法人なので、NPO とはちょっと違う。なるほど。非営利ではある。ちなみに、その NPO と一般社団法人の違いって何ですか？細かい立て付けは分かんない。あれですね、政府からの援助の額とか違って。はい。そういう、そう、細かい行政側の分け方。なるほど。パークはしかねるって感じですね。はい。そっか。こちら、ボイスアップジャパンに参加しながら、もう一つの NPO の、支援の方にも関わっているのは、どういう理由があるんですか？一つじゃ物足りないっていう感じです。一つじゃ物足りないっていうのもあるし、あと最終的に、医療に従事する
ことを考えていて、まあできればいい社会ですけど、まあ、その中で世界の医療団っていうところは、路上生活者とか、その生活困窮者に医療を提供するっていうことをメインにやってる。で、はい、そういう現場に入ってみたいなと思って、うん、で、たまたまその支援現場がうちから結構近いっていうとか、私が行ってた母校の先輩、本当大先輩なんですけど、がそこでコーディネーターをやられていて、はい、そういうつてで、うん、はい、なるほど、そっか、そのまたボイスアップのジャパンの話戻るんですけど、こちらはまあ、いろいろ社会問題に対しての、プロテストをやるんですかね。プロテストや、プロテスト、はい、そうですね、プロテスト、いわゆるプロテストっていうよりは、どっちかというと啓発とか、うん、そういうことがメインかなと、メインかなというかメインでやっていて、うん、今ちょっとたまたまそのプロテストも、しなきゃいけないイシューに当たってるっていう感じですね、うん、はい、私たまに街でプロテストは見かけるんですけど、参加したことがなくて、どんな体験ですか？プロテストって朝何時から始めて夜何時に終わるんですか？結構まちまちで、なんて言ったんだ、いわゆるそのシールズってご存知ですか？シールズ。何年か前に、はい、この集団的自衛権の解釈の変更があったりとか、安全、はい、あれ何て言うんだっけ、安保法制って呼ばれてる、安全保障関連する法案が審議されてたときに、はい、まあ、学生がメインでやってた団体があって、その人たちは本当夜、やったりとか、うん、まあ、学生が動きやすい時間にやってたんですけど、はい、今はまあ、コロナっていうこともあって、夜やるっていうのはちょっと抵抗が主催側にもあるし、うん、あとは国会で審議されてる時間に合わせて国会前でやってるので、はい、法案が国会で審議されてる時間にやらないと、意味がないっていうか、まあ意味がないので、その時間に合わせたりっていう感じで、はい、まあ早い時は朝の10時とかから、はい、まあ夕方4時までとか、そんな感じで、その法案の審議の日程とか時間によってもちょっと。なるほど。はい。プロテストやるときに一番大事な効果的なところって何ですか？その人数ですか？それともその問題、その事態、どんな問題なのかによるのか。まあ確かに一番いいのは人数がそうなことなんですけど、うん、多分今まで国会前で一番集まったっていうのは何万とか2桁、まあ、行った時も多分あった。何十万か十じゃないんで。ただ、今コロナがあるので、人に集まってくれっていうのは結構辛いところがあるので、うん、まあ今はでも100人とか200人とかはコンスタントに集まっていただいてるっていうか、まあ僕もスタッフとしてではあるけど、まあ参加者でもあるので、はい、にいたりっていう、でそこにやっぱ連動して SNS でどう、まあ、動きを拡散するかとか可視化するかっていうことは結構大事、うん、そうですよね。 SNS の方が拡散性があるので多分活用できると思うんですけど、毎回そのどうやって告知をしてるんですか？うん、今回例えば明日この時間ここでやりますよって、そのメールリストってやる告知するんですか？今そのプロテストを
ってる団体が3団体ある。1団体が主催で、その他に、なんてじゃない、4団体ぐらい協力でやってて、で、ボイスアップも協力団体なんですね。で、その主催をしてる移住連っていう団体があるんですけど、そこが、審議日程とかを把握次第、バナーを作って SNS に上げるみたいな形で、していて、で、まあ、それを拡散するみたいな。なのでその広告打たずに SNS でも2万ぐらいの人が集まるんですか？今の参加者自体は、まあ、200、多いと400とかですけど、そのぐらいかな。例えばコロナがなくて、夜集まってもいいよっていうんだったら、まあ、まあ、でも何はいかない気がする、何千ぐらいかもしれないですけど、まあ、そんな感じですね。それでもすごい数ですね。皆さんやはりこういう課題に興味関心持っている人が、SNS でフォローしてるから、こういう活動があるときには、みんな参加するっていう感じですか？そうですね。とか、あと、これはボイスアップは関わってないんですけど、その、今回の入管法っていう法律の、麻薬案に反対するっていう署名は、すでに10万を超えてるので、実際現場には行けない、その地方だったりとか、仕事があるとかっていう人も、やっぱ広く関心を持っているイシューかなと思います。はい、分かりました。なのでプロテストでもいいし、その多分いろいろ活動セミナーでもいいし、その目指している目標はどこですか？その法律が変わったらそこがもう目標達成になるんですか？今回の入管法っていう法律だとの話をすると、ちょっと複雑なんで時間がするかもしれないんですけど、入管法っていうのは、その日本に入ってくる外国人のための法律なんですね。で、日本にも難民の方とかって来るんですよ。はい、とか、まあ、普通に労働者として来たりとか、いろんな人が入ってくるじゃないですか、外国から。で、今回、改正、まあ、僕たちは変えちゃいけないんで、改悪だと思ってるんですけど、うん、難民申請してる人を本国に返すことができるようになった。逃げてきた人に帰れっていうようなことができるようになったりとか、あとは、その、日本にいる外国人の人で、ビザが切れちゃった人とか、で、ビザが切れると帰ってくださいって言われるんですね。自分の国に強制退去って言うんですけど。だけど、例えば日本に家族がいる人とかいるんです。で、帰ってくださいって言われた人の 97% 帰ってるんですけど、その 3% はやっぱ本当に難民であるとか、家族が日本にいるとか、何十年日本で暮らしてきてるみたいな人が帰れない。帰ってって言われても帰れないんだけどって言って 3% 残ってるんですけど、その人たちが帰らないことをすごい日本政府は問題視していて、帰らなかったら、送還忌避罪っていう、罪を新しく作って、で、刑事罰を与えるっていう風な法律を作ろうとしてるんですね。はい。で、ビザがなくなってしまった人って入管の収容所に入るんですよ。うん、収容されてしまうんですけど、その収容が無期限なんですよね。うん、懲役刑みたいに何年とか決まってなくて、で、だから本当、今は2年とか3年とか入っちゃう人もいるような状態で、
そこにさらにその相関期費材っていうのを作ると、例えば2年入っても帰らないで、強制退去命令が出ましてだけど帰らないだったら、その人は相関期費材っていうのになっちゃって刑事罰になって、でじゃあ懲役とかで入るんですよね、刑務所。で刑務所から出てきてもビザがないから収容されちゃうんですよ、うん、収容所に、はい、でまた帰らないって言ったら刑事罰みたいな話で、うん、無限ループみたいになってしまう、はい、でその帰れないの、帰れない事情があるから帰れないのに、そういうことを、うん、をしようとしているっていうのが今の状況で、はい、でそのやっぱなんていうんですかね、この国に住んでる人っていわゆる日本人だけではないし、うん、もうすでにいろんな人が住んでるわけじゃないですか。なのにその外国人の人権みたいなことを全く考えていない、うん、今の行政、その法律の改悪がなくても今もすごいひどいんですよ。その15年間で17人亡くなってしてるんですよ、入管の収容所で、うん、人が亡くなるぐらいの劣悪な環境で、で3月6日にもあのスリランカ人の女性の方が、うん、ずっと体調悪いって言ってたのに全く病院にも連れて行かずに亡くなってしまったっていう事例があって、はい、そういう本当にひどい状況があるのに、もっとその入管の権限を強くする、だからその入管が何でも決められちゃうんですよ、うん、収容するかしないかのすごい極端に言えば決められちゃうみたいなところがあって、はい、そういうその今も本当に今本当の状況なのに、その入管にもっとこう権限を強くするような法律になってきて、うん、本当にそれってさまざまな人がその、まあ、人権が守られるっていうことを、まあ、ボイスアップビジネスに掲げてるんで、はい、俺とはちょっと真逆だよなっていう。で、まあ、今回に限ってはその解約を止めるっていう、今審議されている法律を、まあ、ちょっと廃案っていうんですけど、その一回なしにしてくれというところがゴールですね、今回。分かりました、ここまで本当にいろいろと調べながら、そうですね、本当に戦いですね、聞いてると。そうです、周さんが関わっているモチベーションはどんなことですか？これはあれですね、うん、結構、僕の中学生の頃との話に戻って。ですけど、はい、もともとその高校1年の時にヘイトスピーチっていう、わかりました、ね、はい、在日コリアンであったりとかそういう方に対して、まあ、帰れる、うん、そういう、まあ、差別的なね言葉を投げるっていうことがすごい2009年から日本で結構感じなんですけど、またっていうか2013年に新大久保で、東京の新大久保ってコリアンがすごい多い街で、そこを狙ってヘイトスピーチをやってた団体があったんですね。でたまたまその知人がそのヘイトスピーチに反対するっていう活動をしていて、でここに誘ってもらってっていうか、なんかこういうのあるんだよねっていう話を聞かされて、いやそれやばいなと思って見に行ったんですよ、はい、そしたら本当にひどくて、ちょっとヘイトスピーチに当たっちゃうので聞きたくない人は聞かない方がいいんですけど、その例えば在日コリアンの方をゴキブリって言ってたり、
本当にひどい。して、で、そこからその、人種差別に反対するっていう運動に、まあ僕自身、2013年から、まあ、1年か2年間は割としっかり関わってたんですけど、っていうとこがあって、で、その、なんていうんですかね、人権侵害なんですよね、差別って。で、うん、その人権って守られほしいし、守られなきゃいけないっていうか、うん、あらゆる人にそれはあるもんなので、やっぱそれを認めて守らなきゃいけない。で、その社会の中で、私は日本国籍を持ってて、シスジェンダーの男性で、みたいな、マジョリティ属性が多いので、私がそういう目に遭うことはないんですけど、でもやっぱマジョリティ属性を持ってるからこそ、差別をする側に対して、やっぱ、ものが言える。やっぱり当事者が言うの、本当に大変なので、そういう、言える人がちゃんと言わなきゃいけないし、差別をするの、してるのもマジョリティ側なので、うん、そういう意味ではやっぱそう、なんていうんですかね、自分の属性も考えた上で、それはやっぱ自分がやらなきゃいけないっていうか、マジョリティ側のやれる人がやらなきゃいけないことだなと思って自分は、それをやりたいしできるなって思ったら、やってるみたいな感じです。まあ、ただやっぱ僕がそんなことをやる前から、道にそういう活動されてきた方がいて、僕もその活動に参加するようになってるので、そういう人たちにはすごいリスペクトを、うん、ありますね。その、結構今日のタイトルになったぐらいで、そのやらずにいられないこと、についてなんですけど、それがその一つなんですね。そうですね。そうですね。まさにそうで。はい。やっぱ、やるべきっていうのって、すごい、やるべきなんですけど、それはその差別をなくすとかね、人権を守るんだっていう活動は、やっぱやるべきだと思うんですけど、やっぱべきだけでは動けないし、何て言うんですかね、過剰にコミットすることってやっぱ難しいと思って、社会運動に限らず自分がやることに、罪悪感とか義務感とかだけでやり続けるって結構しんどいんですよね。だからできることをやるっていうのはすごい大事なんですけど、まあ、自分ができることで、やりたいことで、やるべきことだったら、それやらずにいられないってことだと思うので、本当、そういうことをどう見極めるかっていう。で、それがそのただ単に、何ですかね、夜にスナックに手が伸びちゃうみたいな、食べずにいられないみたいな、そういう話じゃなくて、その自分と社会の関係とか、そういうことを考えたときに、まあ、何がそういう自分のやらずにいられないことに当たるのかっていうことを考えるのはすごい大事かな。はい。多分こちらで悩んでる方たちがいると思うんですけど、その、考えてもわからない人がマジョリティかなと思って、この人たちはどうすればいいでしょうか。難しいですね。それすごい難しくていい質問だな。例えばそのシュウさん自身の経験で言うと、多分いろんな人が社会問題に対しては、まあ、誰かがやってくれるよね、やるべきだよねっていう意識にしかとどまってなくて、うん、なぜシエさんはそこで一歩先に踏めたの？そうですね。やっぱその一つ大きいのは、
その自分が何もしないっていうことが許せないっていう。その、例えば、50年後とか考えたときに、差別がなくなってる社会がいいか、差別のある社会がいいかっていうか、まあ、なくなってる社会の方がいいに決まってるんですけど、それがなくなったときに、なくなるための努力を自分ができたのかっていうことを、もしできてたら、あ、差別なくなってよかったなと思うんですよね。だけど、何の努力もしないで、差別なくなったらしいよみたいな、なんか、それってちょっと、なんていうんですかね、僕の感覚的には、まあ、できることでいい、なんでもいいですよね、別にツイッターでツイートするとかだけでもいいから、何かしら、やっぱ差別ってよくないよねみたいな、あとは、他の問題で言えば環境破壊とか、あの、気候変動とかもそうだと思うんですけど、で50年後、あの地球の環境が今よりマシになってるために、例えば、ペットボトルあんま、ペットボトルの飲料飲まないとか、まあ、僕も飲んじゃうときあるんですけど、っていうなんかことをして、行ったときに、なんか達成されたらすごい、あや、なんか、ちょっとでも頑張ってよかったなと思うし、っていうその、すごい個人的な、そういう感情の部分もあるし、あとはやっぱ、本当に、現場で、例えばそれは路上生活者の支援とかもそうなんですけど、現場で被害を受けてる人を見てたっていう言い方は良くないんですけど、その見てしまった経験っていうのはすごい大きくて、実際にそういう現場を見てしまうと、ちょっと何もせずにはいられなくなってしまうので、だからって言って、そのね、現場に行くっていうのもハードル高かったりするんですけど、何かの機会で、そういう現場に出くわしてしまうってこともあると思うんですよ。そういう時に、まあ、すんなりというか、ただこう、目を閉じて耳を塞ぐとかじゃなくて、ちゃんと受け止めるみたいなことができるとちょっと変わったりするのかなと。はい。ありがとうございます。なので、その、当時、多分その高校生の時に、ヘイトスピーチに、遭遇して、当時あの、シュウさんが取ったアクションとしては、どんなことですか？その2年間活動されたとおっしゃってたんですけど。ヘイトスピーチ、すごい、その当時、であのヘッドスピーチダメっていう法律がなかったんですよ、日本に。2013年になくて、なので誰も止められないんですよ。特に行政とかが、例えばその差別をしてる団体がデモするから、じゃ公園を貸してくれって言ったら断るとか、本当はすればいいんですけど、日本にはそういうその差別的な外線とかでもダメだよみたいな法律は当時なかったんで、ダメだと思う人たちが本当にデモの進路を塞ぐとか、シットインとかして動かないみたいな、本当にすごい多大な犠牲というか、を払ってプロテストしないと止まらない状況で、別にプロテストしても止まらないみたいなことあったんですけど、僕はそういう現場に行って、まだ高校生だったから、シットインするのはやばいみたいなことを言われて、危ないかなって。だから、歩道とかにいて、こう、そういう様子を、何が起こってるかみたいなのを SNS で発信したりとか、そうまあ、あとは普通に、
あのレイシストってヘイトスピーチをしてる人たちに、はい、いやそれダメでしょみたいな、っていう、そういう感じでしたね。はい、それ直接アプローチしてこれはダメでしょと言っても多分その人たちは聞いてくれないと思うんですけど、それでもアプローチ し続けるんですか？そうですね、やっぱ本当それはおっしゃる通りで、どうしてもその現場ではやっぱなんていうんですかね、これ結構難しくて、本当に止められるかっていうと、やっぱその時はその警察も警備についてるし、うん、止められないんですよ、でも始まっちゃったら。はい、だから、やっぱその、これは許されないことなんだっていうことを、うん、示すためにいっぱいそのカウンターの人が集まって、いや、差別する人たちは帰ってよとか、差別すんなよみたいなことを、片目から見るとすごい、ただ喧嘩してるようにしか見えないんですけど、その喧嘩してるようにしか見えなかったとしても、それを言わなきゃいけないじゃないですか。やっぱ差別ダメだから。はい。その、なんかすごい難しいんですけど、やっぱそういう、その人たちがもちろん変わってほしいし、ですけど、それとやっぱ別の意味で、その現場に行ってそれダメだよ。っていうっていうのは、その周りに実際いる、例えばそのヘイトスピーチ、新大久保のヘイトスピーチだったら、在日コリアの人とか、標的にされてる人が、カウンターに行く人がいないと、もろに受けるわけですよね、そのヘイトスピーチを、差別の言葉を。はい。だからやっぱり、その間に入って、いや、お前らダメだよっていう人がいることで、直接行かないっていう、うん、ダメっていう人もちゃんといるし、そのダメって言ってる人の間と差別してる人の間で口論する分には直接その差別の言葉がいかないじゃないですか、うん、後ろにいる人たちみたいな、なんかすごい複雑な構図なんですけど、やっぱ必要なことではあったな。確かに、まあ、そこに結果はどうであれ、あのそこにいるこそが意味あるということですね。はい、そうですね。そう、またあの路上生活者のサポート支援について、そちらはどんな課題でどうアクションを取られているんですか？そうですね、これもちょっと時間かかっちゃうかもしれないんですけど、あの、うん、ハウジングファーストっていう支援の形態を取ってるんですね、僕が支援に行ってるところは。で、その、僕は別にあの、それをオーガナイズする立場でもないんで、これはあの、受け売りなんですけど、このハウジングファーストっていうのは、例えば路上生活者だとか、あとはいろんな依存症とかで、あの、例えば仕事ができないとかっていうことで、家を失ってしまうとか、そういう人に対して、まずその安心できる家を提供して、うん、で、その安心して生活できるようになってから、その例えば医療的なケアを受けて、じゃあ依存症とどう付き合っていくかとか、っていうことをやっていく支援がハウジングファーストっていう支援なんですけど、日本の行政の、その困窮者への支援とか、依存症の人とかの支援って、まず最初に家じゃないんですよ、支援の形態が。あの、例えば、路上生活の人とかで、生活保護を受けて、最初に行くのは、なんか、何人一部屋みたいな、うん、そういう、ところで集団生活をしろ。そこで集団生活できたら一人の家に行ってもいいよみたいな、うん、その自分の家を
得るためにハードルを一個出すんですよね、はい、今の日本の行政のやり方、はい、でそのハードルをやっぱクリアできる人はないんですよ。どうしても路上生活になっちゃってる人とかって、まあ、本当人によるんですけど、精神疾患を持ってらっしゃる方とかもいるし、依存症とかの人もいるんで、急に例えば3人1部屋とかに入れられて、労働生活してくださいみたいな言われても、無理。無理ですよね、それは。で、やっぱきつくて逃げ出しちゃうみたいな、そういう状況が。で、また路上に戻っちゃうみたいなことがあるんですよ。で、その、路上で、俺は路上でいいんだっていう人もいるんですよね。だからそういう人に無理に家に入ってとは言わないんですけど、その、困っていて、家で住みたいっていう方に、ちゃんとリーチして、で、それをその、まあ、いろんなソーシャルワーカーの人とかとつないで、で、家をまずアパートに入ってもらうみたいな活動を、世界の医療団っていうところと、あと、手の端っていう団体があるんですけど、何団体か共同で、そういうプロジェクトを回しているっていうところに参加をしているんですけど、その僕がやってるのは毎週第2と第4の土曜日に炊き出し相談会っていうのをやってて、そのお弁当を配ったりとか無料のその医療相談とかをやってるんですね。でそこのロジスティックっていう運搬とかいろいろ必要なんですよ。その公園でやるんでテーブル持ってセッティングしなきゃいけないとか、僕はその市販のお薬も配ったりするので、そういうものを用意して持っていくとか必要なんで、そういうことを具体的な活動としてやってるんですけど、それをそのハウジングファーストっていうプロジェクトの中でちゃんと困ってる人にリーチするっていう意味も炊き出しにはあるので、うん、まあそういう形でやってる感じです、はい。実際に活動していると多分普通の仕事と同じく多分辛いところとか難しいところいろいろあると思うんですけど、うん、それでも続けられるというそのモチベーションはどこにあるんですか？そうですね。それさっきの話にも結構ちょっと似るところがあるんですけど、僕自身は経済的には恵まれていることは確かで、普通に大学にも一度行ったし、まして二度目を行こうと言っているということが、まあ、もちろんあるんですね。やっぱその自分がそういう立場だからこそ、できることはしないし、やっぱり、そうですね。これ難しいんですけど、その困ってる人に何かしてあげるみたいなモチベーションではなくて、僕自身は。はい。ちょっと上からね、かわいそうだから何かしてあげる。で、そのしてあげることが何か楽しいんだとか、で、楽しいっていうか、何か、その自己肯定感がそれによって上がるとかっていうモチベーションでは僕はなくて、その社会で本当に何が起こってるかっていうことを、うん、はい、やっぱ受け止めなきゃいけないと思うし、その本当に、なんていうんですか、こう、本当、まあ、具体的な話すると、2週間に1度やってる炊き出しで、コロナで仕事なくなっちゃったりとか、家なくなっちゃったって人、本当に増えてて、毎回200人とか300人とかいらっしゃるんですよ、ご飯もらいに。はい、で、そうじゃない
そうじゃない社会っていうとちょっと話が大きくなっちゃうんですけど、やっぱそういうふうな困らない人が、困らない人、困る人が少ない、その困らない人を多くするための社会を作るための一票を持ってるじゃないですか。その日本国籍持ってたらですけど、一票持ってるし、まあ、例えば日本国籍を持ってなくても現場で支援する人っていうのは結構いたりするんですよね。その本当に社会で何が起こってるか分かんないと、自分の一票の使い方、権利の使い方って分かんないし、そういうところで本当自分の権利も無駄にしたくないし、自分の特権性をどう使ったらいいのかみたいなことをやっぱりするためには、まあ、そういうことは必要だな、そういう現場に行くのが必要だなと思うし、はい、そんな感じ。確かに、その日々この活動をしている中で、なんだろう、自分の行動が何かの変化に貢献できたっていう実感を得られる瞬間とかあるんですか？あったらいいんですけど、あったらいいんですけど、なくはないんですよ、それは確かに。例えば SNS とかでそういう問題をしたりとかして反応があったりとか、あ、こんなことになってるんだみたいな反応を返してくれると、その自分がね発信してることがやっぱ多少は役に立ってるなって思うんですけど、例えばそこでどれだけいいねの数がつくかとかっていうことが本当の問題じゃないじゃないですか。やっぱできるなら200人300人来てしまう、そのご本物にね来てしまう人が一人でも少なくなるし、例えば差別が起こしたような外品だと思ってるんですけど、実際はやっぱりツイッターとか本当に差別的なことを投稿しているユーザーもまだまだ多いし、だからなかなかね、その何かを達成できたっていう気にはならないんですけど、まあ、それでもなんとなく反応が返ってくるからまだこう無駄じゃないなとは思えるくらいの話で、本当にやらなきゃいけないこととか達成しなきゃいけないことはまだまだ道のりが長いなっていうのを、はい、ありがとうございました。本当に非常に興味深いトピックですごい時間使っちゃいました、ここで。で次はそうですね、周さん の, その哲学と の, あの関わりと、あと大学 ICU では哲学を専門として取っておりおったんですね。それで、今は通信大学で理系を取っている、はい、その流れも本当に最初どうして哲学に興味を持ったのかからお聞きしたいです。最初に哲学に興味を持ったきっかけは、中学校に入ってすぐ生きてる意味が分かんなくて、自分が何て言ったんですかね。例えばその地球ができてから今までの時間のスケールと、僕自身が生きてる時間のスケールって全然違うじゃないですか。で、そんなその小さい存在の自分が必死に生きても何の意味もないなって思ってたんですよね。中学校入ってすぐぐらいに気づいちゃって、そのことに。で、いや、本当に生きてる意味ないなって思ったんですけど、だからといってなんか、諦めたくないっていうか、意味ないなって思ったんですけど、やっぱ、生きていたいとは思うみたいな。で、どうしたらなんか、意味ねえなとかって思いながら生きるのって結構しんどいじゃないですか。だから、
こら辺もどうやって考えたらいいんだろうみたいなことを思っていて、たまたま手に取ったのがその哲学の本で、でそれによってすごいその僕は救われた気がして、でそこからすごい興味を持つようになって、で大学ではもともとその医学部に行きたいっても思ってたんですけど、いやその前にちょっと哲学ちゃんとやりたいなと思って、まあ、哲学の道を選び卒業して、やっぱどうしようかなって思った時に、そのまあ医者、まあ第一候補的には医者なんですけど、そういうところに関わりたいなってもう一回思ったから、まあちょっと理系は基礎からやりたいなって思って、あのいわゆる受験勉強みたいなのが僕本当合わない感じで、あの ICU に入ったのも AO で入ってるんですよ。だからやっぱその大学みたいな勉強の仕方が個人的に好きなので、通信制の大学で基礎からやりましょうかな。はい、結構珍しいですね。その小学校の時に人生の意味を考え始める、普通多分高校になったら大体みんな考え始める時期はあると思うんです。小学校ってすごく多分周りでも相談できない、できる人は多分いなかったかなと思うんですけど。それはいないですね。それはいなかった。そうですね、なんかそういう誰とサッカーする毎日考えてるあ間で自分は、はい、あの世界について、その時に手に取った本は何の本だったんですか？なんか本当その時に手に取った本は、あのいわゆる難しい哲学書とかじゃなくて、うん、なんか中高生向けの哲学の入門書みたいな、あのニーチェっていう哲学者についてだったんですけどの本で、そうですね、まあ、ちょっと細かい内容を言うとまた話長くなっちゃうからあれなんですけど、そこが入り口だったっていう。はい、そしてその本を読んだらなんとなくあの、ま、と考えがまとまったという感じでしょうか？そうですね、あの、まあ、意味は与えられるんじゃなくて自分でつけるもんだみたいな話なんです。すごいあのすごいギュッとまとめてすごい品な言葉で言うとそういうことなんですけど、その客観的に与えられるものとしての意味はそれはないと、うん、だけど、まあ、意味を見つけることはできるんじゃないのっていうような話で、それは確かに見つけられるかもなんて、ね、思ったっていう。はい、確かにそこであの本当に納得できた解釈だったんですね、うん、そうですね。その時にあのじゃあこれから意味を見つけるぞというモードに入ったんですか、それともいや別にこれからいつかは見つかるんだろうなと考えながら日々に戻った感じですか？いい質問だ。どっちかというと多分その時は意味を見つけるぞって思って頑張っちゃってたんですけど、多分高校の間とかそうだったんですけど、その後は若干焦ってもしゃあないなみたいな感じに思った部分もあって、今はあんま焦ってないですね。なので今はまだ見つけていないステージにいると思うんですか、それともすでにもうなんとなく見えている方ですか？あ、なんとなくは見えていて、やっぱりその生活困窮者の支援であるとか、あとはまあ社会運動とかですね、そのそういう形をずっとやり続けるかっていうのは別として、その社会的な構造で
すごい苦しい生活を強いられてるとか、そういう人の現場に関わる、そういう人をケアするとか、そういうことが自分にとっては意味のあることなのっていう、そういうのを感じてるので、まあ、どういうことしかは分かんないですけど、そういうことは人続けていくし、それはすごい自分にとっては大事かな。はい。なるほど。先ほど医者にもなりたいと知ってたんですけど、そちらに何か理由はあるんですか？その理由は、一番困ってる時って生きるか死ぬかじゃないですか。はい。マジで困ってる時って。ここで役に立つスキルは医者しかないなと思ったんですよ。もともとはそう思ったんですけど、今はちょっと違って、まあ、もちろんそのスキルも必要だと思うんですけど、その、こう人をケアするとかってことを考えたときに、なんていうんですかね、臨床心理士とかもそうかもしれないですけど、その人の心とか意識とかをどうケアするのか、その、いわゆる外科的に治療ができない分野じゃないですか。例えば臓器だったら移植できるけど、心は移植できないじゃないですか。はい。なんかやっぱその自分の心と付き合わなきゃいけない。じゃあその、本人が付き合うために、じゃあ何をどううまくやったら、そこに付き合っていけるのか、みたいなことがすごい。僕にとっては今は興味がすごいあって、今はちょっとそっちの方が理由になってる感じ。はい。なので、心理学の授業も取り始めたいという思いですか？そうね。あ、でも、あ、いや、できるなら取りたいんですけど、あれなんですね。この、なんていうの、学問的な発展の順番で言うと、哲学あって、はい、精神医学とかにつながって、でも心理学とかってなってる。僕はその哲学の方をやってるから、どっちかというと、その、もっと根本的な部分っていうんですかね。から、まあ、やりたいなと思ってるんで、いつになったら心理学までたどり着けるかちょっとわかんないですけど。結構面白いですね。普通の学問は逆な気がするんですよ。その全ての学問を学んだら最後は哲学にたどり着く。ああ。修造の場合は逆から。ああ、そうか。でも哲学を大学で勉強すると、うん、4年間勉強してると何か変化とか気づきはあるんですか？やっぱり周りの人と視界を見る方とか違ってくるかなと思うんですけど。いや、でもそれは、そうだ、そうですね。まあ、そうですねって簡単に言っていいのかわかんないですけど、まあ、物事をどう洞察するかみたいなとか、そうですね。そういうところは鍛えられるかなとは思いますね。あとは、この社会の構造だとか、構造と個人との間に、まあ、じゃあどういう関係があるのか。個人があって、社会があってみたいな、別個のものじゃないんで、社会って。やっぱその構造と個人ってすごい密接に関わってるし、そういうようなことを考えるっていうことはすごい学んだから、学ばされたというか。まだまだ先人たちの知恵を借りてみたいなとこはあるかなと思います。はい、そうですよね。個人と社会、結構多分やっぱり世界はすごく広くていろんな人がいて、
その中の一人として存在するのは、シューさんから見るとどうそれを捉えているんですか？やっぱり一人は力も小さいし、本当に、そうですね、その存在としても存在感も薄いんですけど、それをどう一人一人はそれを捉えるべきなのか。本当それって難しくて、ちょっと直接的な答えではないんですけど、今個人的にすごい興味があるのが、人一人って簡単な属性に分けられないじゃないですか。例えば、僕は日本国籍で、シスジェンダー男性で、みたいな、こう、いろんな属性で分けられる。例えば、マイノリティであったとしても、やっぱマイノリティもいろんな属性がある。マジョリティにもいろんな属性がある。みたいな、すごい複合的な状況だと思うんですけど、だからといってみんな違ってみんないいみたいな話じゃなくて、違いっていうことはしっかり把握をしなきゃいけないと思うんですよ。すごい難しいんですけど、みんな同じ人間だよねっていう普遍的な価値っていうのが一方にあるんですけど、違いっていうのも絶対にあって、どっちもしっかり見ないと、見誤ってしまうというか、その人自身を。で、他者と関わることってすごい大変だなと思って、例えば何の気なしに LINE とかでチャットとかしてても、何かの表紙で傷つけちゃうときってあったりするかもしれないじゃないですか。全然意識せずに、なんか適当なテキストを打って、で傷つけちゃうみたいなことってあると思うんですけど、そういうの怖がっちゃうと、全く他者とコンタクト取れなくなるじゃないですか。はい、だから他者と関わるって、すごい僕は緊張感を持たなきゃいけないなと思うんですけど、緊張感を持っても怖がっちゃいけないと思うんですよ。難しいんですけどね、すごい。で、なんかそういうことをやっぱトータルで考えると、その社会と個人関係って複雑なのは、複雑なんですけど、まずは自分と他者みたいな捉え方にしてみるとか、まあ私とあなたとか、けど、いろんな捉え方ができて、で、なんていうんですかね。それぞれに、しっかりこう向き合わなきゃいけないっていうか、まあ、適当にしていい関係ってないと思うんですよね。例えばね、友達の関係で、まあちょっとこいつは適当に遊んどこうみたいなのはあるとは思うんですけど、もしかすると。そういうすごい、卑近なことじゃなくて、いろんな、関係で自分って作られると思うんですよ。また難しい話になっちゃうんですけど、私っていうのは私だけで存在してるわけじゃないので、いろんな関係の中で私っていうのは形作られてるってことを思うと、関係をないがしろにするっていうことは、自分をないがしろにすることだし、だから、確かに、社会問題っていうイシューで捉えると、一人の力ってすごい少ないかもしれないけど、社会と自分の関係っていうのを大切にするとすれば、まあ本当に少ない力かもしれないし、できることは限られてるけど、でもできることは確実にある。みたいなことは逆に言えて、なんか、そんな風に思ってるんです。まとまりはないけど。でもすごく確かに納得いく、その膨大な社会を
考えると本当に無力感を感じるしかなくて、逆にその自分で確実にできることの、そうですね、それを考えると逆にアクション取りやすいかなと思いますね、うん、ありがとうございます。最後にそのシュさんが今大事にしている価値観とか大事にしていることとかはありますか？なんか一個にこうキュッとまとまった方がいいですよね。いいえ、ここは思いついたもの何個でもいいです。まあ、一つはやっぱりマジョリティの特権っていうことを考えることはすごい大事かなと思っていて、まあ、もしこれをね見る人の中に私はマイノリティだとか僕はマイノリティだと思う人がいるとすれば、まあ、この話はあまり聞かなくてもいいかもしれないんですけど、その自分の属性っていうのを考えたときに、まあ、もしかするとマジョリティであるっていうことは加害側に立つことでもあるんですよ。うん、難しいですけど、であんまりそこで罪悪感に苛まれるっていうことがあるとまたきついので難しいけれども、やっぱりその自分の属性っていうのは認識をした方がいいよって、でそこで自分の特権があると思えば、まあ、特権をどう使うかってことができる。まあ、それを考えてほしいなと。で、その、マイノリティの人であっても、その属性は一つじゃないから、まあ、ある場面ではマジョリティかもしれない。が、僕もある場面ではマイノリティの時も、まあ、あるかもしれない。とは思うので、まあ、そういうところを、その都度考えるっていうのは大事かなと思うことが一つと、あとは、そうですね、やっぱりやらずにいられないっていうことを、まあ、見極めるっていうか、その、さっきも言ったんですけど、やりたいことと、やるべきことと、できること、っていう三つはすごい考えやすいと思うんですけど、うん、気づいたらやっちゃってるとか、なんていうんですかね、うん、やっぱ気になって仕方ないみたいなことにしっかり向き合うっていうのは大事かなっていう気がして、あともう一つは、なんか人間として真っ当であるってことすごい大事だなと思って、これ本当にあの、おいジェネラルのことなんですけど、その人間としてね、まっとうでありたいなって思いますね。だから、やっぱその、さっきも言ったような関係をないがしろにしないっていうこともまっとうであるっていうことだし、うん、自分の属性とか、目を背けないっていうのもまっとうであるっていうと思って、それが、例えばその自分の、都合のいい自分の属性だけ強調してしまうっていうのも、うん、まあ、そういう時もあるんですけどね、その耐えてる時とか私はこうだから、俺はこうだからって言ってしまうこととかもあるとは思うんですけど、まあ、その人間ってそんな強いもんじゃないんで、これもすごい重要で、人間ってそんな強いもんじゃないので、まあ、弱さを受け入れつつ、でもこう、まっとうであろうと、トライするというか、うん、ことはすごい、まあ、大事かなと思います。ありがとうございます。すごくいい、あの、深く考えさせられる、あの、月曜日の朝です。あ、よかったです。そうですね。月曜の朝にこんなね、話をして申し訳ない。いえ、あの、もう本当に、普段やっぱりあの生きてる中では、なかなかこういう視点を取り入れるチャンスはないので、あの、はい、ありがとうございました。いやいや。では、
お時間になりましたので、本日のユニークキャリアラウンジ終了したいと思います。本日のゲストは福井さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。